いはるです。今回は透明水彩絵の具で絵を描いていこうと思います。最近ね、モリモリ系とかアクリル絵の具とか、レビューとかが多かったので、久しぶりにね、透明水彩を触っていきます。で、使っていくのはホルベインさんの固形水彩ですね。で、紙はアルシュっていう、高級水彩紙になります。アルシュさんね、使ったことないっていう人は、ちっちゃいサイズとかでもね、あるので、ぜひ使ってみてください。もうね、水彩紙っていう概念がめっちゃ変わるので、何この紙ってね、吸い込み良すぎやろみたいな感じでビビるので、ぜひね、一回は使ってみてください。はい、そんな感じでね、描いていきます。よくね、この絵を描くときに、周りにマスキングテープ貼るのなんでって言われるんですけど、特にマスキングテープを貼るからどうっていうわけじゃなくて、私はね、マスキングテープを貼ることで画面が逆に広く見えるので好きなんですよね。本当に好みの問題なんですけど、この四つ角にマスキングテープを貼ると、ちょっとなんかドラマチックな感じになるというか、映画とか意識してもらったらわかるんですけど、普通に一枚絵というより、映画館みたいにこの上と下にね、線が入ってる方がちょっと雰囲気が変わって見えるじゃないですか。なので、絵によって分けてるんですけど、こういう画面いっぱいいっぱいに塗る絵とかは、この4つの辺にマスキングを入れることで、こう画面をね、より遠くから見たようなイメージになるので、ちょっとエモいじゃないですけど、雰囲気が変わるので、私は好きっていう感じでやってます。なので、マスキングテープを貼るのがマストっていうわけでも全然ないです。好みの問題ですね。はい。で、私がね、大好きな青を使って宇宙を描いていくんですけど、この時のポイントは、一切妥協しないってことですね。この宇宙を描いていくシリーズって過去に結構やってて、青だけじゃなくて赤い宇宙とか緑の宇宙とかね、結構何枚か描いてきたんですけど、この透明水彩をどんどんこう塗り重ねていく絵になるので、この辺でいいかなっていうのは絶対しないっていうのを一応ね、意識して描いてます。で、透明水彩って基本的にプラスの作業しかできないので、消しゴムで消したりとかね、一個手前に戻るとかってできないじゃないですか。なので、明るい部分を残しつつ、もうずっと重ねていく作業を繰り返していくだけなんで、このミルフィーユみたいに層を重ねていく感じ、デジタルで言うとこうレイヤーをね、どんどん増やしていくような感じになるので、自分がこの宇宙最高やなとか、いい色出たなって思うまでは絶対にやめないっていうのを、毎回ね、この宇宙シリーズでは意識して描いてます。層を重ねていくことによって、普通に青を塗ってるだけなんですけど、絵の具とは違う青が見えてきたりとか、いっぱい重ねることでより深い青になったりとか、こう塗ってる時にいろんなね、発見があるんですよ。何この青みたいな。もう今まで散々見てきた色ではあるけど、重ねることで生まれる青とかもあるので、そういうね、発見がすごい楽しいし、宇宙って青やんとか黒やんって思う人も多いと思うんですけど、私の中ではその中でも黄色とかね、赤とか、青とね、正反対の色を入れてみたりとか、その1枚の青い絵の中にもすごいたくさんの色があるみたいなのを表現したくて、ちょっとずつ入れてるんですよ。でも、青って赤とかと混ざると紫になっちゃったりとか、濁っちゃったりとかね、オレンジと緑が混ざっちゃったりとかして、その濁りも避けつつやってるんで、結構ね、時間かかるんですよね、この絵って。でもその分できた時の達成感もあるし、うわ、めっちゃいい感じにできたってね、こう自分自身めちゃめちゃ嬉しくなるので、もう本当にね、宇宙シリーズ楽しんでね、やってみてください。自分が納得するまで描き切るっていうことですね。人物を描かなきゃいけないとか、そういう勉強とかもなくね、もうただ単に色に任せてね、水が進みたいように任せてあげながらやってるので、結構ね、時間はかかるけど単純作業になるので、普通に楽しいです。はい、そんな感じでね、今回もまた1枚完成しました。ここまでね、長々と本当に自己満で描いてる絵をね、付き合ってくださってる皆さんありがとうございます。じゃあ、最後にね、完成形乗っけて終わります。他にもたくさん動画上げてるので、よかったら見てってください。じゃあ、バイバイ。